今回は、ユニーク 3D を使って、1枚の画像を 3D 化させる方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、1枚の画像を 3D 化する方法を理解することができます。ぜひ、最後までご覧ください。なお、この動画では Google コラボを利用してユニーク 3D を動作させていきます。そのためもしも、Google コラボというキーワードがわからない場合は、 詳細を解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、 名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは、Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレータは、L4 GPU を選択します。 L4 GPU を選択した場合は、ハイメモリーの設定が自動的に有効になります。なお、無料版の Google コラボでは、L4 GPU は選択できません。そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。 それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。 再生ボタンを押してから数分程度経つとこのような警告メッセージが表示されることがあります。この場合はキャンセルボタンを押して処理を継続させます。キャンセルボタンを押してからさらに数分程度待っているとこのようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうするとユニーク 3D の操作画面が表示されます。ユニーク 3D の操作画面には サンプルが用意されているので、まずはそちらを利用していきましょう。今回は、このサンプルを選択してみました。サンプルを選択したら、Generate 3D と書かれたボタンをクリックします。これで、画像の 3D 化の処理が開始されます。この処理には、数分程度かかります。しばらく待っていると、処理が完了します。期待した通り、選択した画像が 3D 化されています。 それでは次に手持ちの画像を 3D 化させてみましょう。具体的にはこの部分に画像ファイルをドラッグドロップします。今回はこのような画像をアップロードしておきました。画像ファイルをアップロードしたら Generate 3D のボタンをクリックします。処理が完了するまでしばらく待ちます。しばらく待っているとこのような 3D 化されたものが生成されました。 このようにユニーク 3D を利用すると画像を簡単に 3D 化することができます。ぜひお試しください。それではまた別の動画で。